マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット中の方からよくあるのが、先生ダイエットには発酵食品がいいと聞いてぬか漬けにチャレンジするんですが、すぐにカビが出てね失敗しますというのがあります。ぬか漬けは確かに毎日かき混ぜたり手間がかかって面倒とか、あと家族がそもそも食べてくれないなんてことないですか？私もついかき混ぜるの忘れてしまって、開けたらカビてたとかね、そんな経験がありますから、その気持ちよくわかります。そこでこの動画を見ることで失敗しない簡単なぬか漬けの作り方がわかります。もしあなたが簡単にぬか漬け作って食べてきれいに痩せたいなと思うのであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。冷蔵庫で一晩あっという間にできる簡単なぬか漬けの作り方をお伝えしていきます。なぜダイエットにこのぬか漬け一押しなのかと言いますと、こちら発酵食品と野菜が同時に摂れるからなんですね。これはもう一石二鳥のダイエット食材になります。ただのお野菜を食べるよりも発酵したお野菜を食べる方がさらに痩せることができるんですよ。なぜかというと、腸内環境が整ってあなたのその体質そのものが痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんです。それは痩せ菌がいっぱい含まれているものがこのぬか漬けだからなんですよね。ところがこのぬか漬けダイエットに失敗する方の理由はこちら3つあります。1つ目は手間がかかる、そして2つ目失敗する、3つ目家族が食べないですね。1つずつ見ていきましょう。まず1つ目です。手間がかかるんですよね。まずぬか床を準備して、入れ物だったり置く場所だったり、そして1日1回はかき混ぜないといけませんから、とにかくね、手間がかかるわけです。なのでなかなか続かない。2つ目です。失敗する。これはですね、私もあるあるなんですけども、ついつい忙しくてぬか床をこう1日1回は最低かき混ぜてあげないと発酵しないんですよね。それを忘れちゃったということは、翌日開けると白カビ生えてるって、白カビはまだね、なんとかこう上積みだけ取ればいいんですけれども、黒かったり緑っぽいカビが生えてしまったら、もうそのぬか床自体がダメなわけですよね。食べれなくなっちゃう。そういったのを繰り返すうちに、もうなんかもういいや、めんどくさいと思ってね、やめてしまう方が多いんですよね。そして最後3つ目、家族が食べないいかがですか？よくねあるんですけれども、私のお世話してるクライアントの方もね、先生って、私はぬか漬け大好きでね、痩せるし発酵食品だし食べたいんだけれども、そもそも旦那や子供が食べてくれないっておっしゃるんですよ。そうすると作っても余るわけですよね。で結果食べないっていう。なので最初頑張って作ってたんだけど、もう作ってないっておっしゃるので、それはもったいないですねっていうお話もすることがあります。つまり手間いらずでカビも出なくって、ご自分が食べたい分だけ作る方法を選べばいいわけですよね。そこで今回おすすめなのがこちらです。カルディさんで見つけて感動したものなんですけれども、何かと言いますと、ぬか漬けの元がねあるんです。すごく便利で、こちらね裏に使い方書いてあるんですけども、ちょっとこれピックアップして準備してみました。これはねぬか漬けのきゅうりを使ったバージョンなんですけども、まずラップの上にきゅうりをね1本置いて、その上にこのぬか漬けの素をねこうチュルチュルっと絞り出してのせます。で2つ目、このきゅうり全体にこうぬかをね出したらこう塗っていくわけです。で3つ目、しっかりときゅうりとぬかのねこの素をラップで包んだら、最後冷蔵庫で一晩置けば、もう翌朝水洗いして完成という、こんなね簡単にできるぬか漬けの元がねあるんですよ。でこれね、いいのが原材料名見ると無添加だったんです。余計なね化学調味料とか入ってないんですよ。人工甘味料とか、入りぬか過去国産でしょ、そして食塩、大豆の粉末、リンゴ酢まで入ってる、そして唐辛子、米ぬかの性質物、そして乳酸菌も入っちゃってます。でワインエキスとお酒ということで、これ全無添加の安心安全のぬか漬けの素なんですね。なので先ほどお伝えした通り、もうご自分がね食べたいお野菜を食べたい分だけラップにくるめば翌朝食べれちゃうっていうね、もう素晴らしい一品ね見つけてきましたので、ぜひあなたも使ってみてくださいね。
いかがでしたか？あ、これなら私にもできそうと思っていただけたのではないでしょうか。もしあなたがぬか漬け作りに失敗していて今作っていないのであれば、こちらを使って簡単に美味しく作って召し上がってみてくださいね。朝昼晩の、まあ、いずれかね、どこか一食やはりぬか漬けはね必ず食べていただきたいなと思います。私はちなみに毎朝必ずぬか漬け食べてます。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。